はい、アルティメト読書会関係詞の第4段目です、えー。ここではこの関係代名詞の W というのをやっていきましょう282ページです、えー、この関係代名詞の W はなんか何気にですね長文を読むときに結構もう出てきてますので何度かも説明をしているところもあります、えー、と使い方としてはここにいろいろ載ってるんですけどもうこの公式というか ワットが主語の働きをするときはもう V だけでいいんですけどこれで S が V することものまたは V することものもうこのパターンでしか使いませんはいなのでもうんだろうこれで一つのね名詞の塊を作れるわけですよ名詞の塊こんな感じで 名詞の塊ということは、ここにまチェックしている通り、s とか o とか c になることができる。これが関係代名詞のワット。今までとちょっと違うのわかる。今までは関係代名詞っていうのは名詞があって関係代名詞の塊が修飾をしてたね。就職後っていうのは m だったでしょ。だから、別にここカットしても何の影響もなかった。まあ、あとは詳しいけどね。だけど。 この関係ダメージの w a t に関しては S とか O とか C とか重要な部分の文の要素になるので省略できないわけです。カットすると何を言ってるか全く分かんなくなる。そうでしょ例えばこれ、ね。What is needed? ここがなかったらもう Is change。何がやねん何が変化やねんってなるでしょでも例えばこれは This is、uh, 例えば The dog 例えば Which is 例えば Running ごめん書けない公園を走っている犬でもこのウィッチーズがなかったとしても犬ってことは分かるわ、ね、だからそんなふうに、えー、省略しても大丈夫だったのが今までのやつだけどこの w a t に関しては SOC になるので省略省略というかはしょるとわけわからなくなります、ねはい、そうすると1番の中ではこれ w a t s v 使ってるか w a t v 使ってるかというと w a ト t s v Is だからある意味この「What」がもう S の働きをして「WhatV」って形になってるよね。はいこれで「必要とされるものは変化だ」なんて訳します。2番「I didn't hear what she said、は」い「彼女が言ったこと」っていう風になるわけですね。はいそして3番も「That's what I want to know」「それは、はい、私が知りたい SV 私が知りたいことだ」なんて訳すればいいでしょ だからこの関係試しのワットが来るときは今までみたいに名詞を修飾するとかじゃなくて逆にこの四角格好を作る練習をしてください。ね、ワット関係試しかなワット s v でてきたなって時には四角格好を作って、ねえー、一つの塊を作れる練習をしてください、はいえー。関係試しのワットについては今回以上になります。